オデッサソビエト共和国は1918年1月31日に建国されたソビエト共和国。ロシア帝国時代のヘルソン県とベッサラビア県で構成された。オデッサソビエト共和国はボルシェビキの軍がウクライナ政府をキエフに押し込み、スファトゥルツァーリーがモルダビア民主共和国の独立を宣言する直前に独立を宣言した。 1917年の2月革命の後、オデッサ政府は最高機関であるルムチェロドであった。第二議会の委員会は、ニコライ・クリレンコによって組織された、ソ連のクーデターの後で任命されたウラジミール・ユドブスキーが議長を務めた。オデッサ・ルーブル・ユドブスキーは1918年に、人民委員会議会の議長に任命された。彼の政府は、ボルシェビキ、 アナー・アキスト、社会主義革命派などで作られた。政府は1918年1月3日オデッサの自由都市化を宣言し、ペトログラードのボルシェビキ政府に忠誠を誓った。1918年の2月に、ニコライム・ムラビオフによって政府は一掃され、州の運営部に格下げされ、地方中央執行委員会であったルムチェロドと合併させられた。 オデッサは独自の切手と通貨を発行しており、これは内戦とこの地域の相対的な不安定性の状況下で行われ、以前のロシア帝国の地方政府で発行された様々な通貨より種類が多かった。存在期間が短く不安定な生態であったため、オデッサソビエトは国際社会から認知されず、ボルシェビキも認めなかった。共和国はドニエステル側で、 ルーマニア軍の侵攻を停止させることに成功し、オズの主張に沿って川を渡って、ベッサラビアへの反抗を管理した。オデッサ共和国は1918年3月13日の建国後の2ヶ月後、ドイツとオーストリア・ハンガリー軍が侵攻してきたために終焉を迎え、ブレストリトフスク条約によって、ペトログラード人民委員会とウクライナ人民共和国の一部となった。 政府と軍は当初、ムイコラ日来ンに撤退し、その後戦争資料と公文書を持って、セバストポリとロストフナ、ドヌに撤退した。ありがとうございます。